こんばんは、コートです。今回はキングの性能考察やっていきたいと思います。この動画ではキングの性能、相性のいいキャラ、コアスキル、装備、キングは引くべきなのかについて考察していこうと思います。はじめはキングの性能についてです。技を見ていきましょう。じゃあ通常攻撃は敵単体を損傷状態にして自身の HP を攻撃力の 80% 回復となっています。次に必殺技は敵全体におそらく一定確率で恐怖状態と自身の攻撃力の 50% を味方全員が回復。そして特性は通常技、必殺技に 20% のダメージを付与、必殺技に 20% のダメージを付与し、エネルギーの保有量によって追加ダメージが 20% から 120% まで増加と、このような内容になっています。この内容からキングは優秀なサポートキャラと言えます。まず通常技で損傷付与ができるキャラというのはソニックのみでしたが、キングはそこに並びました。また全体回復の技を持つのは現状メルガルザルドのみでしたが、そこにキングが追加されました。必殺技の敵に恐怖を付与する効果で、同じ恐怖付与を持つキャラにゲリガンシュプがいますが、これに関してはキングの方が付与効果としては高いです。ロックするエネルギーがゲリガンシュプが1に対してキングは2、またゲリガンシュプは対象が横一列に対してキングは全体となっています。恐怖付与という点に関してはキングの方が圧倒的に上となっています。で、少し使いづらいなと思う点は、この特性のダメージの量が自分のチームのエネルギー数に左右されるところです。なのでオートバトルでのキングの活動順が一番遅いと間違いなく追加ダメージは 20% しか入らないのかなと思います。なのでキングを使用する際は手動操作ならともかく、現状対人戦のランキングアリーナはオート操作しかできないので、キングを使用する際は今まで以上に編成の並び順が大切になってくると思います。またキングの能力を最大限活かすなら、僕はキングを最速にした方がいいと考えています。キングをターンの初めに持っていけば、特性のエネルギーに応じたダメージが比較的入りやすく、敵に恐怖を付与することもできるので、相手に必殺技を使わせない立ち回りができるのかなと思います。